皆さん、こんにちは、マック大好きマカロンです。突然ですが、いつも思ってるんです。デスクを、おしゃれに。したいなぁ。おしゃれなデスクって皆さんシンプルにしてますよね。ここで気になるのがモニターのスタンドですね。このスタンドがなくなればスッキリするはず。そんな私になんと、株式会社アキュテック様より、モニターアームを提供していただきました。マックの似合うデスクにします。モニターアームって大きい箱を想像してましたが、意外とコンパクトでしたね。アキューテック、QTH-02 軽く紹介します。2アーム、ガス圧式、縦置き可能、17インチから32インチまで、耐荷重各 8kg ですね。Amazon から箱に直接電池を貼って送るタイプの商品でした。発泡スチロールのくずですね。箱の中身を見ていきましょう。サンキューって書いてますね。その下は日本語で文章が書かれてますね。何かあったら問い合わせてねってことですね。説明書ですね。イラストで書かれてるんでわかりやすいです。あとなんかいっぱいあるのでポンポン出していきます。ケーブル止めるやつ、土台のカバー、アームその1、アームその2、ネジ詰め合わせその1、ネジ詰め合わせその2、ベサマウントその1、なぜか裸で入ってたベサマウントその2、取り付け方法が2種類あってこれはデスクに穴を開けてつける時用のマウント。レンチ台とレンチショート黒ネジ。はい、太くて黒くて長いやつ。マウントです。デスクに挟んで取り付ける金具がついてました。取り付け方は2種類あるんでデスクの端に挟んでつけるか穴を開けてつけるかを選べます。説明書を見ながら組み立てますね。デスクの厚さによって挟む部分の高さを調整します。デフォルトでは厚めの位置なので狭くしますね。位置調整終わりです。次は土台のマウントのカバーです。土台は金属でこれはプラスチック製です。カチッとはまる感じなんですけど、なんかスカスカですね。こんなもんなんでしょうか？こんなもんなんでしょう。次はあれをつけます。はい、太くて黒くて長っ。支柱を3本のネジで固定していきますね。六角レンチが回りきらないので超めんどいです。こんなもんなんでしょうか？こんなもんなんでしょう。ここはモニターを支える大事な部分なんでしっかり締めましょう。なんとか終わりましたね。支柱は大事ですよね。って、だる。支柱にケーブルを止めるやつをつけますね。下準備ができたのでデスクに取り付けます。場所を決めてこの辺でしょうか？固定するのにデスクの下に潜ってきます。しばらくお待ちください。固定できました。今回の主役のアーム部分ですね。メーカーによると素材はスタイリッシュなアルミ製ってなってますね。見た感じはスチール製かと思いました。あと結構重いですね。作りは非常にしっかりしてると思います。はい次、折ったてたあれにこれを挿入していきますね。アームのネジを緩めればもっとスムーズに入ったはず。作りは悪くないですね。もう片方も挿入しますね。形になってきました。ワクテカです。モニターの位置が決まればがっちり固定します。デル製24インチフル HD モニターです。ピボット機能がついてますね。元からついてるネジを外しますね。外れましたね。元のネジを再利用することも考えましたが、ここはモニターアームのネジを使いますね。説明書を読みながらネジを選びます。マウントを取り付けます。付属のネジを取り付けますね。穴もぴったり精度バッチリですね。もう1台ありますね。おかわりください。揺れてますね。ジャンクで購入した LG 製、ウッドラ・ワイドモニターです。操作ボタンがなくて設定がいじれないんです。そんなこと言ってる間に外れましたね。ここもマウントをつけて準備完了ですね。では、アームとドッキングですね。上からスライドする形で取り付けます。グラグラしてる感じに見えますがまだ固定してないのでお待ちください。固定するためのネジを取り付けます。指で締めるタイプのネジです。おかわりください。LG 製29インチ、ウッドラ・ワイド、モニターをドッキングしますね。ネジを締めて OK です。とりあえず設置できましたね。おしゃれなデスクにするため配線は隠したいですね。昔の人は言いました。臭いものには蓋をしろ。邪魔な配線隠しちゃえ。できるんです。アームの下側にあるカバーをスライドして外しますね。モニターの配線が何かに引っかかってますね。こういう時は無理に引っ張ってはダメですね。引っかかってるところを直すんで少々お待ちください。その間にセンスがいまいちと言われてるマックキューブでも見ててください。ゴニョゴニョ、ゴニョゴニョ。ケーブルを持ってこれました。あとはケーブルをまとめてカバーで蓋をします。こんな感じでいいですかね。もう片方のモニターもケーブルをまとめていきますね。こちらも配線がカオス状態なんで潜って整理します。こちらも配線を隠していきますね。
できましたね。ではご覧ください。なんということでしょう。あのごちゃごちゃしてたデスクが、はい、バイを意識して避けてますね。設置ができたのでちょっといろいろやってみますね。片方だけずらしてみる。なんとなくおしゃれかなぁと。じゃ、これはどうでしょうか。縦長のウェブページ見るのにいいですね。うんうん、さらにアレンジしてみますね。どや、縦置きに画面、ウルトラワイドの縦置きはあまり見ないですね。インパクトはありますね。YouTube を開いてみますね。情報量がすごいです。はい、次、今度は私が一番やってみたかった配置です。縦に2画面配置しますね。アームの位置を上方向にずらします。再び登場の六角レンチですが回りきらないので大変ですね。そうそう動かす場所でないからいいでしょう。動きません。緩め足りないですね。今度はいけそうです。ギリギリまで上にアームを持っていきましょうね。このぐらいでしょうか。固定できましたね。縦に2画面いけましたね。ただしこれをやるにはモニターを選ぶようです。上に配置するモニターはベサマウントが下側についてるのが良いですね。ベサマウント同士の間隔が大きいとできませんね。あと動画映えを狙ってこんなことしました。 iMac を並べてみました。映えますね。製品の品質も問題なかったですね。アーム部分もガススプリング式なので動かすのは楽でした。位置が決まればレンチでがっちりと固定することで垂れ下がることもないですね。おしゃれなデスクになりました。たまにつぶやいてます。フォローお願いします。マカロン。チャンネル登録お願いします。